天気悪いじゃん。あ、そっか、今武器ないのか。 USS メイフラワー。あ、ライト消せる。はいはい、嵐がやべえって話してたもんね。特に意味はない。ライトを消す行動。じゃあ乗っかっちゃいます。このまんまサンディエゴに送ってくれてもいいんだよ。ストーリー終わっちゃうけど。こんにちは。まったく歓迎するよ。アメリカ人に会うのは23年ぶりなんだ。トムと呼んでくれ。会えて嬉しいよトム。あんたの船か。切符はあるか。切符？はっはっは、笑えるな。話そう、来てくれ。で、どこへ行きたいんだ？サンディエゴまで片道だ。カリフォルニアか。まさに地上の楽園だ。LA の渋滞だけは地獄だったかな。なあ、そういえば、サンディエゴに野球チームがあったよな。パドレスだ。ああ、俺の地元チームも西海岸だよ。シアトルなんだが。マリナーズだろ。どれだけ調べたら気が済む。気を悪くするな、上等兵。こんな時代だからな。確かに、信ぜよ。されど確認せよ。それだ。おう。ところで、彼は右腕のクリムだ。私のビジネスの中で力を行使する部門を任せている。やあサム。はじめましてクリム。クリムの部下はいい時にお前を招待した。ドックなら風邪をしのげるとはいえ、あれを見て。あそこにいたらカンザスまで吹き飛ばされてたろ。別に行きたかないが。ならどこへ行きたい。そうだ、タバコでもふかしながら行き先を教えてくれないか。そいつはいいな。そんな大した人生じゃないが。中東、アフガニスタン、そしてモスクワ、大使館の警備をしてた。あの時メトロの中にいたからなんとか生き延びれたんだ。そして20年ものトンネル暮らしだ。自分たちだけが生き残ったと思ってた。なぜだ。電波を妨害されてたし、リーダーはその事実を隠していた。20年もか。だがなぜ。見当もつかない。真実を知った者がいて、そいつやチームと共に脱出したんだ。列車に乗って大陸を渡った。バイカル湖で仲間と別れ、俺はさらに東を目指しここへ流れ着いた。親父が生きてるなら俺を待ってくれてるはずだ。もう70を過ぎてる。時間がないんだ。なるほど、故郷に送ってくれるものを探しているのか。ああ、今となってはもう太平洋を渡ろうとする者はいない。だが私なら連れて行ってやれる。やれたと言うべきでは。そうだな。俺にできることは。あと、どうやってこの潜水艦を手に入れた。開くなそれ。長い話になる。要点だけ話してもいいが。いただこう。まあ急いではいるが、そこまでじゃない。それなら一から始めよう。ああ、実はな、テネシーウイスキーを仕込んでるんだ。まともな熟成は無理だが、香りはなかなかなもんだぞ。クリームも飲むか。いや、俺はこいつがある。そのしゃれたものは口に合わない。あの失敗作は忘れてくれよ。だが好きにしてくれ。出会いに。出会いに。出会いに。
ああ話しよう。ほらな、そう言ったろ。それじゃあ話してもいいか。私は戦前国際兵器市場を中心にビジネスを営んでいた。ここの人々は金とチャンスがあったものの、コネを全く持っていなかったんだよ。だから私が来た。クリムは地元のパートナーをまとめていた。戦争が始まる前、事業は軌道に乗り始めていたが、爆弾が落ちた。あとはわかるな。うちは競合より強みがあった。倉庫には大量の武器が、そしてそれを守るクリムの部下もいた。そして我が社は爆発的に成長し、ウラジオストックに繁栄している入植地があると聞いたんだ。ここは例のキャプテンが統治していた。確かによくやっていたことは認めるが、悪党への備えが不十分だったんだ。そこで助力を申し出た。キャプテンは取引を受け入れ、結果は上々。悪党の問題はクリムが根本から解決したんだ。何人かぶら下がってるだろう。見るからに強そうだもん、クリム。そうだな。そして潜水艦が稼働することを知ったんだ。だがキャプテンはこの素敵な財産を運用しようとしなかった。どう運用するんだ。お前もビジネスマンに向いてないようだな。当然皆の利益のためだ。戦後何年も経つのに人々が命をつなぐだけで精一杯なのは、生存者をまとめ文明の復興を進める勢力が存在しなかったからだ。我々はそんな勢力を築ける。新たな国家、本物の理想郷をな。全世界を異教へと導き、終末を始まりへと転じるのだ。銃さえ必要ない。ただ入植地のそばで怒りを下ろし、ミサイルハッチを開けば、誰もが全てを捧げる。力に従うんだ。ああ、野蛮だと思うか？だが事実を述べているに過ぎない。我々には力がある。人々を未来へと導く先駆者となるのだ。そうか。で、キャプテンの返事は？怒り狂って我々を排除しようとしたが、勝ち目がないと知って逃げ去ったよ。つまり今はあんたが舵を取ってるんだな。もちろん。だが些細な問題がある。船の原子炉に燃料補給が必要なんだ。燃料棒の在りかを知っていて交換できるのはキャプテンしかいない。残念ながら、いさかいの後はもう話すことさえかなわない。そうか。よし、では取引をしよう。これでいろいろ分かってきた。サム、あの頑固者と話をつけたい。交渉役になってくれ。燃料棒と交換であいつに入植地を任せる。基地など他を探せばいいしな。それに私に従わない乗組員も引き渡そう。補給が済んだらサンディエゴを最初の寄港地とする。どうだ。決まりだ。サム、交渉役には護衛が必要だ。売り聞きに守らせよう。ありがとう。だが一人でやりたい。いい度胸をしてるな。クリム、サムの好きにさせてやれ。ふん、仰せのままに。では決まったな。お前に我々の代理人となってもらうからには、標準装備を用意させてくれ。ありがてえ。クリム、サムの無線を我々の周波数に合わせろ。ああ、俺。重要なこと、ここの地図だ。可能な限り正確に記されている。加えてキャプテンの隠れ家も示しておいた。そこから当たれ。よし。スパシーバ、クリム。さて、無線は任せ。残りの装備を取りに射撃場へ行ってくれ。何でも使っていいぞ。とにかく休むといい。疲れたろう。ありがとう。だがもう行くよ。鉄は熱いうちに撃てって言うし。まあ好きにしろ。ありがとね。そろそろ行くよ。嵐も止んだようだし。
グッドラック、ま、もちろんだ、喜んで。頼んだぞ。じゃあな。なんか会話のキレが悪かったり同時に喋り始めたりするのは前の DLC でもあったから、まあ気にせずやっていこう。でキャプテンは序盤ほんのちょっとだけ遭遇してもう会ってないけど仲が悪いんだね、この人たちとは。だけどこの船は今燃料が必要だっていうから、それはキャプテンからじゃないと受け取れない。だからサムが仲介者になってみようかっていうことで、それでうまいこと燃料棒が手に入ったらサンディエゴに連れてってくれるみたいだから断る理由がないんでやっていこう。何がことを荒立てずにだ。奴らを取り逃がしたとき下手を打ったろうが、キャプテンの件は許そう。居所を掴んでるしな。だが副官はどこだ。他の奴らも探してる。探してるだと。もう1年にもなるんじゃないのか。いいか、残されたチャンスはキャプテンだけなんだぞ。お前の部下は信用できない。流れ者は信用するのにか。アメリカ人だからな。だからなんだ、奴のことは何一つ知らないのに。いや知ってる、あいつはモスクワを生き延びた、そしてここまで来たんだぞ。まあそこまで言うなら。そうだ、この話はもういい。盗み聞きしちゃった。鍵かよ。まあ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 、まあ同じアメリカ人だから結構信用してくれてんのかな。ああ左上の方に来たんだ。キャプテンを見つける。トムの話では核燃料棒の保管場所を知る唯一の人物がキャプテンだという。はい、彼を見つけねば、トムの申し出を伝えた時にこっちの話に耳を傾けてくれることを祈ろう。そう、サムの願い事を言えばね、きっと説得できると思うんだけど。ああアメリカ人、射撃場に行ってくれ、ボスの命令だ。はいはい、橋を渡った向こうにある。大した立派な戦艦なこと。おお、どうかこの巨大な部隊が裏切りの対象にならないことを願おう。よアメリカ人。よし、これでうまくいくだろう。イグニッションを確認するぞ。こちら地上管制からトム少佐。ダメだ、回路が死んだる。どこかがおかしい。そう、あんたアメリカ人足りないと思ってたんだ。はい、俺たちは在庫を管理して。これで動くかどうか。お前は向こうの射撃場に行くという。向こうなかなかやってくれるじゃないか。ダメだなあ、待ってたぞ。俺はダニーだ、トムのガンスミスだ。ボスにお前の装備を揃えろと言われてるから、早速本題に入るぞ。まずはユニバーサルディテクターだ。廃墟の周りは地雷だらけだ。これを持たずに出歩くな。スペアパーツに武器、他にもいろんな役立つものを探知できるんだぜ。すげえ。まったくだ。ほら、おニューのライフルだ。見覚えがあるが、なんか違うな。ここで作ったもんだ。自家製の焼夷弾に最適化してある。普通の弾も使えるが、マガジンは専用なんだ。古いライフルで焼夷弾を撃ってぶっ壊すバカがいるからな。ありがとう、大事にするよ。ああ、そいつはよかった。これで準備はできたな。ここでテストしていいぜ。助手がマガジンを用意してある。ほうほうほう。ほら弾だ、頑張れよ。ハンドガンも置いてある。なんか今一瞬レバーのアイコンが、これか。それじゃあ遠慮なく。標的を全部撃ってみろ。本物の海兵の射撃を一度見てみろ。よし、まあまあこんなもんなら。ほほいのほいで。
悪くない。なんかもっとスピーディーに出てこないのかな。これ拾ってみる。こいつは見覚えがあるどころじゃない。おお、純正品だぜ。45口径オートマチック、トムのボイスと同じものを持ってきたが、この一丁は限界まで調整してある。拾ってる間にターゲットが。もっとこいつで練習しないとね。よく頑張ってたが、ひょっとしてもう一回やりたいんじゃないか。弾が足りないのか。ほら、いや、もういいかな。弾だけくれ。よし、いい武器をもらった。そして武器とかアイテムが探知できて、プラス地雷も探知できるアイテムももらったけど、そっか、地雷か、一番引っかかりやすいものだわ。ユニバーサルディテクター、ベストキテル、電子機器、スパルタンヘルメット、ガスマスク。ガスマスクつけることあるのかな今後。このハンドガンはスタリオンとサミー。アタッチメントは何も手に入れてないからこのまんまで。この辺を多少作成しておくか。フィルター、まあ、必要になれば多分どっかで手に入るよな。はい、オッケー。あのコウモリみたいなやつとの戦闘で医療キットを無駄に使ってしまったからね。それで装備は揃えたか。はい、武器とかいろいろ必要だろう。ああ、万事順調だ。よし、じゃあ頑張れよ。なんというか、みんな髪の毛ねえな。ロシア人。おお、にぎわってんね。マップ上にはハテナのアイコンもあるから見に行きたいけど、船かなんかないといけなさそうだな。ボートか。おお、どうもアメリカ人です。どこだよ。ていうか急にどうした。あそこだ、こっちを見てないか。マジかよ、ただの間抜けにしか見えないが。誰が間抜けじゃん。マジでアメリカ人なんだって。だからなんだよ、前から一人いるだろ。まだけど。なあ、ほっといてやるよ、気にするな。つまらねえことにエネルギーを使ってないで、寮のために取っておけ。仕事はたっぷよ。モスクワから来たアメリカ人だぞ。結局やつは通してくれたんだろう。俺が我慢の限界。やあやあ、アメリカの客人よ、ご機嫌いかが。絶好調。キャプテンに会ったそうだな。どうだった。いやあ、答えるな、大変だってのは分かってる。また会うことがあれば伝えてくれ。キャプテンが俺たちによくしてくれたことを忘れてないって。そしてどこにいたってついてくってな。はい、まだ調べてるが。そうだ、みんながみんな仲悪いわけでもないのか。キャプテンは。お前、トムの方針が気に入らないのか。なあ、俺を挑発してた。あ、マジか。ここにもう一人アメリカ人がいるなんて。ああ、すまない、トム以外のアメリカ人に会えるなんて信じられなくて。やっぱりハゲてんな。そっちにボートがあったんだけど、こちらはもう何でもないか。ニカドニエットドム。無理やり開けたってな。しゃあないし、あの人を反応させたい。反応しないや。おい、どうだ、開いたか。
まるでダメだ。ドアにいい鍵をつけてやがる。また会ったな、アメリカ人。恨んでないよな。恨みっこなしだ。よし、お前にいいボートを用意しろってボスから言われたんだ。良さそうだな。操船も楽々だぞ。舵を握ってリモートボックスを使うんだ。レバーみたいにな。それだけでいい。コンパスもあるぞ。いいな、ほったらかしにするなよ。こいつには魂が宿ってるんだ。それからな、行き足を意識しろ。最大船速からバックに切り替えても惰性でしばらく進み続けるからな。あとな、絶対に壊さないでくれ。はい。ああ、こいつには思い出の船なんだ。はは、ああ、間違いない。そんなものを貸してくれんの？あんたのもんだ。航海の安全を。行ってきます。で、早速だが、ハテナが気になるから、ハテナに行ってみたい。どうかこの辺は変なモンスター、ミュータントとか、出てこないことを願いたかったけど、もういるね。おーい、おい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 。危なかった。あ、上に兵士が。あれは地雷だ。慣れとかないとダメだぞ。ああ、地雷か。渡したんだよ。地雷があったらライトが点灯する。そしてスキャナーがその方向を示す。それだけだ。どこにあるのかさえ分かっていれば、地雷なんてものは怖くない。自分の運に自信があるんだったら、資源用に無力化させるのもいい。ほうほうほう。説明に感謝する。いいってことよ。気をつけるよな。地雷はさ、水の中にもあるかい？水爆みたいな。それが分からなかった。で、これ本当にブレーキかけてもね、惰性でかなり前に進むね。バツ長押しで最高速度まで加速する。で、エンジン音バカでかいから気をつけてね、と。おっ。おー。あ、そんなに速くないけど。そんなに速くないけどね。最高速度じゃなくても結構うるさいな。すでになんかヘビでもいそう。感度はバッチリだぜ。よろしい。私の部下にはお前が客人だと言った。だがここはいろんな奴らがうろついてる。だから襲いかかってくる奴がいたらためらわず撃ち殺す。ありがとな、覚えておく。了解。礼には及ばん。頑張ってくれ。以上だ。早速なんかいそう。